かつて、キラカガが存在したという事実に対するみんなの反応をまとめてみた。ほっほっほっ、昔はのう、このカップリングも人気あったらしいんじゃよ。なんじゃじいさん、兄弟だとわかるまで、私の好きだったカップリングじゃありませんか。ばあさんやわしは兄弟だとわかった後もしばらくは推してたんじゃよ。わかりますよじいさん、わかるまでとは書きましたが、私も同じですよ。いいですよね、キラカガカプナは改造で知りました。双子バレしたその後も未練を断ち切れずさまよう亡霊とかした者もいたそうな。マジ、え、マジ、やばくね。フッチ爆霊。俺は、保育園の時、ラクスよりフレイよりかがりにドキドキしてました。いいのか、おそらく墓場に埋まってるだけで掘れば出てくるぞ。キラ。キラカガの絡み好き。一瞬そんな雰囲気あったよね。いや嘘じゃないんだよ本当に。よーく見れば顔同じなんだよね。画像小さめだから一瞬、なんでステラが、と思ってしまった。この CP のスケベブックが存在したって言っても誰も信じてくれないの。仲のいい兄弟なこと。慌てる泉様と大和夫妻。いいや指定になっている。福田、一話見ながらよく見ると二人顔同じじゃん双子ってことにしようぜ。声優さん二人にも一応どんな関係がいいか確認したという話が書き込まれているの。いろんなところで見たな。一致しよう不明。声優さんたちも兄弟と答えたんだっけ。キャラデザ、そりゃどっちも俺が描いてるし。双子って本編で明かされる前に気づいてた人いるのかね。当時の掲示板気になる。初期は年齢違ったような。双子設定を付け、福田が双子じゃん双子にしようって決めたので当初はそんな設定なかったですね。脚本の嫁でさえ、はってなったとか聞いたがどうだったかな。14話の総集編にこのカットがあるから感がいい人は気づいていたかもしれない。バカな、キラカガ残党、まだ生きていたのか。ちなみに近親需要的なのも相まって兄弟だと分かった後も微妙に勢いあったの。何よりかがりがヒロインキャラの中でも分かりやすかったのも大きかった。両方の親が心配する程度には親密だったもんな。まあ1世代程度なら謹慎でも大丈夫だし。ぶっちゃけ1話のかがりはまんまヒロインのそれじゃん。いやあ、ラクス様も結局アスランとくっつくだろ派閥もいましたね。わしは、政略結婚のための婚約から始まった関係がやがて本当に大切な相手になって愛し合って結婚する、そういうカップリングが、す。不器用同士の CP いいよね。いや違うなこいつらお互い一応頑張ってるけど全く恋愛感情ねえわ。お互い自分なりに婚約者を大切にしようとしてるんだな。大量のハロのエピソードは微笑ましくて今でも好きなんだよね。そうやって時間をかけて少しずつ関係が深まっていけばいいな。優しさや気遣いじゃなく本当に愛になっていけばいいな。そんな風に。オーブで別れるまではそういう感じあったよな。わはーん。フレイは悪女枠でかがりが真のヒロインだな。あらぬ方向へ飛び火してるぞ進化がどうしよう。エッコの二人が指定なの後付けなん。嘘。ポッポッポ。もう記憶もおぼろげじゃが当時からマイナーカプじゃったのう。数少ない希少な個人 HP から定額小為替を封筒で送って薄い本を買ったもんじゃよ。ほんとじゃよ。当時は、フレイ、カガリ、ラクス、どれがキラのヒロインなのかマジでわからなかったわ。いや嘘本当はフレイが亡くなった後でカガリだって確信してたし。今でこそキラ大好き人間だけどラクスとか何考えてるかわからない天井人みたいにしか思えなかったし。いろいろな個人サイト様を見て回ったもんじゃ、今はどれだけ跡地が残っておるのやら。俺は指定なキラカが好きだから。エッチなのも見たい小声。その昔の CP 戦国時代じゃん。ミンドコズミックイラだったな。うずみ様の、兄弟もいるの一言でオーブと一緒に焼き払われた各派閥があったのか。ほっほっほっ焼かれました。アスハのお家芸が卑猥な意味になっちゃうだろ。しん。あの頃くらいからアニメやゲームがやたら近親層に厳しくなり始めた気がするな。ぶっちゃけ兄弟って明かされるまではアスランよりもキラの方が好きだったよねかがり。一度は捨てた幻覚夢だ。やめてくれ、やめてくれ。リアルタイム当時。露骨にヤバいぜこの女、フレイアルスター、当時の感想です。天然っぽく演技だよ腹黒の気配、ラクスクライン、当時の感想です。料理のなくて快活なかがりが一番性ヒロインっぽくないですか。種の昔語りってこれは本当なんじゃよ。って念押ししなくちゃいけないような話が多くない。キラカガを押してたらコロニーメンデルが突っ込んできてのう。うずみ様が写真渡さなかったらどうなってたのかのう。まあ間違いなく今やってる映画は作れなかったろうのう。
そのYOUの想像の翼を広げるのが本当に楽しかったの。IMVOKEの時点でこのカットがあるからカガリはアスランと絡ませるのは確定していたはず。ワンチャン、と思いつつ終盤まで同性同士の交流っぽかったし。OP がラクスめっちゃ出てくるけどアイキャッチは長らくアスランとラクスだったし。あんなに一緒だったのに。まあ種の頃のアスカガの会話内容はほぼキラのことだったし。なんなら種運命時代ですら一定数おったからの、インモラル兄弟いいよね勢いオブラートの受け皿としての面が強かったが。当時、厨房近親者性癖は大歓喜。確かに一話見ると割と正統ヒロインなのよねカガリ。ただにクール目の OP のキラとカガリがやけに似てる表情出したりとかで指定の伏線も張られつつある。当時はラクスとキラがくっつくの唐突に感じたんだよな。キラカガで目が曇ってたのかな。ラクスなんて序盤別れた後プラント来るまで交流なかったからな。当時個人的に神と崇めてた個人サイトさんがあってのそこでインモラル近親 CP に撃墜されたわい。古い話じゃよ。他キャラ以上にラクスへの解像度あまりにも低すぎるよな。ネットがまだ普及してなかったせいなのか。映画が強すぎて墓に埋めた思い出がいろいろ蘇ろうとしとる。坊さんを読んどくれ。お前さんも一緒に、思い出を弔わんか。楽しいぞ、くっそ切ないです。ガラケーでの、無印のシナリオが終えるゲームがあったんじゃよ。そこでカガリと一緒に逃げるキラを操作することができてのCP 要素とかは一切ないのにニヤニヤしておったのラクスが云々ではなく特に砂漠あたりの全てを吹っ飛ばしてくれたカガリが強すぎたんじゃ。女神様だったんじゃ。キラの心を強烈にしかし優しく解きほぐしていってくれたんじゃ。よしよしは今でも宝物じゃ。言ったらなんだけど体で落とす卑怯なヒロインフレイはカガリの前座に見えてたんじゃ。あんなに一緒だったのにの夕暮れはもう違う色なんじゃ。ありふれた優しさは君を遠ざけるだけだったんじゃの単純に1話の衝撃で初めて好きになった組み合わせだから愛着ある人も多いだろうな。ラクスの心情というものがあまりに見えづらかったからねー。でも起こった出来事や状況を並べていけばその時そばにキラがいて優しくしてくれたことは大きかったんだなと思うし逆もまたしかりなんだよね。ほっほっほ、当時中学生だったけどロボットのかっこいいシーンしか覚えてない。ガキだったぞい。でもニコル可愛いなと思いながら見てたのであの頃から中性的美少年好きの因子は埋め込まれてた気がするぞい。ラクスは序盤で出てから再登場までがそれは長かったんじゃ。それまでにねっとりしたフレイとそれを吹き飛ばす快活な飾りでなんかダブルヒロインが始まってたんじゃ。ほんとなんじゃ。わしは今でも好きなんじゃ。恋人にはなれないが双子と判明したことでお互い大切な血縁者という絶対的な関係になったのでそれはそれで満足なんじゃ。今の兄弟としての関係も実際いいよね。いや婚約破棄するとは思わんて、さすがに。1クール目フレイ、2クール目カガリ、3クール目ラクス、と3ヒロインのピックアップ期間がそれぞれあったのか。ほっほっほ、地上に降りてカガリと再会してキラカがありか、と思ったものの2期 OP で表情がクリソツすぎてこれ血縁か、と予感して退いたのじゃよ。深手を追う前でよかった。腹にカガ穴開けられてもゴミも残さず蒸発させられても未だに成仏できない怨霊はどうすればいいんです。そりゃあもう苦しみを抱えて生きていくしかないんじゃ。優を描けるのは生きてる間だけじゃからの。兄弟とは知らず惹かれ合って結ばれてしまう男女というインモラル設定が性癖です。そう、こいつらのせいです。フリーダムでキラカガの絡みがなかったのは忘れんぞ。でもキラ左カガはあったよ。何この個人サイトの思い出が脳裏に蘇ってそうな老人会空間。ヤマト夫妻やべ、ウズミやべ。亡霊多くない。わしもじゃ。輝く空に手は届かなかったがの、光は見つかったからそれで良いのじゃ。恋人にはなれなかったが、お互い大切な家族になって大切な人に出会うことができた。それを映画で見届けることができたのじゃから。前からなんかこの設定どっかで見たことあるな、って思ったらこれだった。作中で真相知ってる親以外誰も似てるね的なセリフさえなかったから多分顔自体は似てないんだろうなと思っておるぞい作画的にはそっくりだがそもそもキャラの顔のバリエーション少ない今見返すと双子発覚の時あのアスランでさえ気を使って席を外そうとしてて面白いのじゃラクス、一応アスラン親友の婚約者ですフレイ、一応さえ友達のは流すとしてもドロドロしてて真っ黒つまりカガリが一番道徳的に問題なかったのよ。あ、インモラルな真実が公開されたー。これほんとウケる、一番あかんかった。N 年ぶりにキラカガについて考えることができてとても楽しいのー。
花嫁かがり強奪もやったからのう。あーあーあああああ。あそこに痺れてた思い出が暴れる声。あそこで気ぶらんわけがないんじゃ。というかあれ作中のオーブ国民たちもうざわっざわじゃよ。数年前にすべてのシード同人誌を断捨離したわい。現在死ぬほど後悔してる。インモラルジャスティスじゃのう。フレイはラクスとは別方向に難しいキャラクターで端的に言って嫌われておった。特に中盤まではな、当時は、このサイトはフレイに優しめですといったようなバナーが配布されていた記憶がおぼろげにあるわい。正確な文言は忘れたがの。お互いが世界で唯一の血縁者だという事実だけで僕は生きていけそうな気がしたよ。キラのお母さん。育ての。アスランの初恋はキラの母親なんだよな。特定の遺伝子に惹かれすぎだろ。フリーダムにキラ、かがり描写はなかったがデスティニーであれだけかがりを大事にしてる描写があったのじゃからフリーダムでもかがりを大事にしているはずなんじゃ。あの時のキラには自分のことで手いっぱいだからね。言葉にする余裕がないから仕方がないね。記憶の蓋が開くのう。あの頃はキラフレじゃキラかがじゃいややっぱりキララクじゃろと週替わりに刻々と変わる情勢に振り回されていたのう。今もあんまり進歩してないのう。この頃にはとっくに兄弟だってわかっておるのにのう。あーあーこれはいけませんいけません古傷が開いてジェネシスが出てしまう。兄弟だとわかっているのに、当時はとてもドキドキしたのう。ここがハイライトだったな、眩しい。ここの白鳩と花嫁とフリーダム、かがりをコックピットへ抱き留めるキラ。うわすごいねこのドレス、ちょっと黙ってて、捕まっててよの少し雑というか花嫁強奪をそんなに気にしてなさそうなキラ、大好きなんじゃ。こんな違法するとなんだが無印に関してのキララクはずーっと OP で流してた上で、フリーダムの乗り換えがあまりにかっこよかったりするから、それでなんとか面目保ててたんじゃねえか。ってくらいには盛大に絡めてないという、まあラクスもキラの前でだけ泣いてたりするんだけど、フレイもかがりも泣きついてるしな。タネシからはがっつりここで組めてた。思い出すのを、日産していたあらゆるジャンルのサイトたちが一気にシードに染まっていったあの頃を、穴兄弟×穴姉妹本を探した方が早そうな気さえする。していと分かってても花嫁強奪は来るんじゃ。フリーダム効果とはいええげつない伸び方しておるのう。花嫁強奪なんてヒーローとヒロインにしか許されぬものじゃよ。令和になって掘り起こされた性格には違うが作品なだけあって、最近はよく当時の CP クリアたちが墓場から蘇ってくるのう。言われてみれば CP クリアになったきっかけは種だった気がするのう。中学校にあったノベライズ版で心情保管された結果どんどん人間関係にのめり込んだわい。それはそれとして中学校の図書に入れた人は何を考えておったんじゃろう。将来のために種をまこうとした者がおったのじゃろうな。懐かしいわい親類の子供らにお年玉という名の布教をしたあの日々が、オタになったのはお前のせいだと文句を言いながら元気に劇場へ行っておるわい。ほっほっほ。すごい勢いで墓場から亡者が蘇ってる。大丈夫、お盆みたいなもんだから祭りが終われば各自自分で掘った穴に埋まって帰るから。むしろ祭りなせいで XQ ツイッターとか支部とかで CP ランブしていて墓に戻る様子が一向にないんじゃよな。すごい数のキラカがインモラルお化けが集まっている。脳を焼かれた時はインモラルって知らなかったんだもん、ほんとだもん、トトロいたもん。なに、ここまで思い出話に花を咲かせるのも今だけじゃ、存分に楽しもうではないか。ところで、最近新規で入って脳を焼かれたものもおるのかのう。実は1年前に見て脳が破壊されたものですの。その後持ち直してキラフレにハマって脳が破壊されて新ステにハマって脳が破壊されましたの。アスカガはなんとか無事でしたの。そうじゃったか、そうじゃったか、それは大変でしたのう。映画はもう見ましたかの。あれはとてもいいものじゃった。もしまだなら、機会がある時に見てみなされ。追記で、新関係のとあるシーンで泣きそうになりました。直後には少しずっこけそうになったけど、それでも、良かったなと思います。見ましたの。キララクもシンルナもとても良かったし、アスカガも良かったんですの。みんな幸せになれ、なってる。それは良かった。これから戦隊編だろうが、みんな幸せになってほしいのう。今となっては各々愛する人と幸せでいて双子として仲良しなのが微笑ましく感じるが、当時は双子発覚して血の涙を流したもんじゃよ。あの出会いといい物理的な接触の多さといい距離の近さといい息ぶるに決まっておるじゃろう。強奪後のここも美しい絵。今となっては後ろのピンクの圧がすごいのう。ピンクもピンクで本当は等身大の女の子だから仕方がないのじゃじいさんや。だから温泉で裸の付き合いしてそれとなくさぶるのが乙女心というやつですぜ。
当時はどのカプもアンチがいたけど、キラカガアンチは記憶がない。ここがくっつくことはありえないから、対抗カプがなかったからかもしれないが、兄弟だからこその距離感や互いに向ける愛情も好きなんじゃ。結局どう転んでもこの二人の関係が好きなんじゃな。第一話のキラとカガリはどう見てもボーイミーツガールものの始まり方なんじゃ。メインヒロインと勘違いしてもしょうがないじゃろ。あんなの新規から入ったけど砂漠抜けるあたりのカガリの安心感すごいよね。うおう、カガリのこの包容力よ。本当にこれに脳を焼かれた少年少女はいっぱいいたと信じておるのじゃ。人間ドラマがずっとドロドロだったからの、そこにカガリが現れてみ、空晴れ渡る太陽じゃ。地球に降りて空が明るくなったのに、館内の空気がちいっとも軽くならんところに現れた太陽じゃったな。みんなドロドロしてる状況だからこそ一人健全な空気がありましたね。カガリも辛い思いはしてるんだけども、アスランが宇宙上がった後キラに泣きつくカガリを見て顔を伏せたり、ここは父を失ったカガリを痛ましく思ってるのかもしれないけど、キラに話をしに来たカガリを見て気を使って赤外そうとしたりしてたの見ると、作中人物からもかなり距離近くて親密に見えてたんかな。なお、ピンク救出のために弟が熱望したから貸したルージュはボロボロのボロリンチョになって帰ってきた。当時ボーイッシュ少女誌での、最初のキラの女の子、とかカガリの女で悪いか、とかとてもとても刺さってのう。ほっほっほ。わしもキラカが推しじゃったわい。ドミニオンクルーも好きじゃったから、他にもアズナタ、オルナタ、オルフレなんかはちょくちょく探してたのう。イザフレとかもあったか、ほんとに懐かしいわい。なんか思い出語りしてたらマジ泣きしだしてわし。いのう、でも大げさでもなんでもなくカガリの再登場は、わしらの心を照らす太陽だったんじゃ。アスカガでもキラカガでもカガリに幸せになってほしいのはほんとじゃよ。今作に関してはアスランいろいろありがとうと思ったんじゃ。運命時代の絵の方がなんか気ぶれてしまうのは不思議じゃのう。シードシリーズではカガリが一番好きでのう、その中でもキラとの絡みが一番好きなんじゃ。お、オーブ国民みたいのが多い。悲しげな顔をしていたカガリ様がさらわれた光景に気ぶったオーブ国民みたいなものじゃ。お互いにこいつは私がいないとダメだなって思ってそうなのが刺さるんじゃ。カップリングはレクイエムされてしまったんじゃが、二人とも死ぬこともなく別離することもなく、ひとまずの区切りを迎えることができて本当に良かったと思ってるんじゃよ。これは本当に本当にそう思ってるんじゃ。兄弟なのに花嫁強奪はワクワクしたのう、懐かしいのう。なんじゃろなぁ、ここ見るまではキララクほっこりで住んでいた、深い深い墓の中に入っていたものがどん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 地上に溢れてきてじゃな。今もういろんなぐわぁぁぁ。深淵を覗くとき深淵もそちらを見ておるのじゃよ。無印のラストでカガリとアスランがキラを見つけて迎えに行くのいいよね。好き。わしがいっぱいいて草生えるのう、のう。砂漠の虎のとこでドレス姿のカガリに、女の子ってなるキラが好きでのう。それに怒るカガリを見てキラカガ熱は加速したんじゃよ。わしなんて、キラカガとフェイマリ同時期説種したせいで、異性双子 CP から抜け出せんのじゃよ。同じ CV だしの。ドレス姿のカガリは可愛かったのう。OP でくるりと早変わりする姿には歓喜したものよ。その頃には兄弟だと分かっておったかのう。記憶がおぼろげでなぁ。しかし、カガリの再登場とキラとの絡みはとても嬉しかったのは覚えておるぞ。私の地域は都会とは遅れての放送での、時には他の方の感想を砂取りにブログを覗いていたもんじゃ。パソコンなどなく、ネットはガラケーしかなかったからのう。ありがたやありがたやにん。CV 保湿つながりで SO さんも兄弟カップリングあったな。あれも後から判明するパターン。もしかしてキラカが好きなのって俺だけじゃないのか。ほっほっほっシードで最初に好きになった CP です。キラカがに性癖歪まされた亡者が多いスレじゃのう。先生、このスレは何？わしらには救えぬものじゃ。このカガリかわいい。ドレスは何着か着とるが、やはりこれが一番好きじゃなぁ。照れた感じでキラの目の前に現れるのがほんまにかわいいんじゃ。うずみ様と響き親子がやっべ。って感じで、あのそこら辺空気読めなさそうなアスランでさえ席を外そうとするほどそういう中に見えた二人じゃ。我らが気ぶるのも仕方なかったんじゃ。親子じゃない夫婦じゃ。フリーダムでもかがり、キラの信頼が見られてよかった。純正が身内に愛されている様は健康にいい。東方ポケスペイエローの麦わら帽子が飛ぶシーンに脳を焼かれたもの、かがりにクリティカルを食らえてこう、指定八角展開には愕然とし申した。どっからどう見ても、1話で主人公を非日常へ誘うミステリアスメインヒロインじゃのう。おう。
ガキじゃ、女の子じゃ、太陽じゃ、姫じゃ、兄弟だと。この後実は姫様とわかるなぞどう考えてもボーイにいつがあるするヒロインじゃ。かなり遅くハマった身としては初期も初期の頃のゲームでは写真見せられても知らんがな選択肢をすることでキラカガになるエンドがあったらしいと聞いて悔し涙を流した民じゃ。当時は写真の文字読めなくて意味不明だった。キラカガ送れ。キラカガの亡霊多くない、すれ埋まるの早くない。しょうがねえ、今はともかく当時からしてもまあ見返したくはない陰鬱とした展開の中で西洋剤のような空気の読めない元気娘が主人公と絡んでいたんじゃ。性癖を歪まされる者や気ぶる者がいても仕方がないのを。年を取ったなぁ。貴様らはこれまで死んでいった CP たちを忘れたのか。忘れてねえよ。